はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安須でございます。白血病と病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、白血病での治療はですね、最初は個室に入ります、大体入ると思います、無菌室ですね、クリーンルームとも呼ばれてますけどもね、部屋には超大型の空気清浄機、でーかいね、空気清浄機があります。あれどれぐらいあるんかな、超大型って言いますけど、病院やね、部屋の大きさにもよりますけども、僕が入ったところではですね、180の縦180、横180ぐらいの大きさやったと思いますね。僕の身長よりちょっと背高かったぐらいかなって感じです。医療用なのでね、超高性能らしいですわ。24時間365日動かし続けているので、ずっと動作音がしてますけども、うるさいんですけども、時期になりますね。そして、寒いです。このベッドのね、枕元寝てるところのね、後ろからね、バーってずっとこの噴射されるのでね、喉がカラカラになって目も乾くしね、もうすごい乾燥しましたね。そして皆さん想像してほしいんですけども、ベッドの周りにはね、このビニールのね、蚊帳と言いますか、よく言えばこのシースルーになってる、お姫様のベッドからこう、ぴゃーって吊るされてるようなやつあるでしょう。あんなんがある状態なんです。違う言い方をすれば、まさにこのビニールハウスですね。その状態を見た家族や、お見舞いに来てくれた人たちっていうのはね、一瞬言葉を失ってましたね。そこでしばらく暮らす人間というか、患者としてはですね、別に何ともないんですけども、そこの中に入っている患者さんのその光景をこう目の当たりにするとですね、やはり心の中では何かを感じてしまったのでしょうね。点滴がね、何本もこう繋がれているタイミングでお見舞いに来てもらった時の姿っていうのはですね、しばらく皆さんやっぱり一瞬立ち止まって無言でしたね。しかし患者側としては、お見舞いに来てくれてる時のね、体力の、体の状態っていうのは、別に、痛くも痒くもないし、すごい気分がいいタイミングなんです。でもタイミングによってはね、その点滴をしてない瞬間もありますので、だからちょっとやっぱ元気なんですよ。何もついてない時もあるんでね、すごいその時は、イエーイって感じです。イエーイではないですけども。だからこそ、お見舞いに来ていただく時っていうのはですね、患者さんらは元気に振る舞うことができます。実際僕もそうでした。よみたいな感じでね、みんなに、来てくれてありがとうみたいな感じで明るい感じなんですけども、なんかこう、やっぱり来てくれる人たちっていうのは、マジ元気やけど、大丈夫なんっていう、その、戸惑いがね、ちょっとね、ありましたね。でも逆に、来たらあかん時っていうのは、症状がすごい出てるか、検査結果の数値っていうのがね、悪い状態なので、会えませんし、元気じゃない状態です。で皆さんもね、お見舞いに行かれる際にはですね、患者さんに携帯電話でね、スマホでね、状態を、確認されてから、行ってあげてください。もし突然行ったとして、突然お見舞いに行くこともないと思うんですけども、行った時に連絡する、患者さんに連絡するの忘れてて、ナースステーションで誰々さんの、お見舞いに来たんですけど、って言った時に、ちょっと今、しんどい状態なんで、お会いすることできませんって言われるかもしれないんで、事前にね、今の時代なんで連絡を取り合って行ってあげてください。そんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。